ハロハロ、サリです。イェイ。イェイイェイイェイ。今日はリーディングじゃないよ。もうリーディング見てる人ってさ、分かってるやん。自分が変わらなければならない。このままではダメだっていうことを。なんだけれども、いつも通りに相手が変わってくれないかな、みたいな感じになってるでしょ。私今一番やりたかったことを、撮りたかった動画。ツイッターにすっごい分かりやすい、これやねみたいなのがあるのよ。だからツイートを見て突っ込んでいきます。どういうマインドで、どういう心理が働いて、どういう思考なのか。で、この人の本音は何なのか。これ知りたいでしょ？これすごい参考になると思うのよね。ということで、それをやっていきます。で、昨日これ、新しいパッケージのまま。これ、買ってくれた人ありがとうございます。プレミアがつくのを楽しみに待っていてください。これが買えなかった人はセンスがなさすぎる。もうとってもいい。もう決めてんねん、私。私が好き放題喋って、好き放題なことをやって、ほんで、私の愛とかが分からない人はいらない。とってもいらないの。それと、沙織に対する敬意とか感謝とか、無条件の愛を与えてもらって、それを返せない人、用事がないの。本当に用事がないの。で、ラスト5個です。5個です。5個。そろそろ値段が上がってくるよっていう感じね。これ単品ね。ツインレイセットは残り7個です。っていうか、これさらに追加で買ってくれてる人すごいよね。ツインレイセットプラスこれみたいな。さすがでございます。さすがでございます。それで、これも。これ美しいから。これ持ってた方がいいよ。今言っときます。来年、今のあなたに感謝します。これを持ってる人は。さあ、いきますよ。ツイート読むね。ここに、編集で出せればいいんだけど、そういう編集とかめんどくさいので、取って出ししたいから、私ノーカットで。はい、読みます。そういえば、息子が彼女を連れてくる理由に、私の作る肉まん、パンケーキ、クレープ、その他、もろもろを食べさせたいというのがあったな。あはちっちゃい字、小文字。作るのは好きだからいいけど、てんてんてんと思ってたけど、ママの手料理を彼女に食べさせたい男ってどうなの？と、夫に言われてハッとしたなぁ。というツイートでございます。で、私これ読んだ時に、何があかんのって思ったんよ。私だって彼がおかんの肉まんパンケーキっていうのは甘やかしの方のパンケーキじゃなくて、パンケーキクレープ美味しいねんって言われて、うっそー食べに行きたいってウキウキ行くからね。で、何がこれはおかしいのと思って、でそこでです、リプライ、あとインリプを見ました。もうここのリプライ欄が超荒れてんのよ。めちゃくちゃ荒れてて、もう荒れ方が超面白いんやけど、まず、リプに、素晴らしいお母さんですね。気がついて指摘してくれた旦那さんも素晴らしい視点。ご夫婦関係も良いのでしょうね。お母さんが直接それを伝えてもいい気もしますね。彼女もお付き合いしやすいのではないかなと感じました。男の子はお母さんの話が神様の声ぐらいの効果があるのかなと思うので、みたいな、こう、お前誰？みたいな、ちょっとマウント体制のコメントが入ったわけですよ。そしてこの人が返した言葉。夫は単身赴任先で不倫した人ですけどね。笑い。で、またそのマウントのおばちゃんが、あちゃー、あ、ごめんなさい。で、気持ち悪い、笑いの絵文字ね。笑い事じゃない。私も前の夫不倫で離婚。今旦那はもらう気味男です。でも子供3人いるし、それなりに育てるために我慢しながら生きてます。ママ大好き素質は旦那ももちろんあるので、なんか重なってしまいました。そして娘3人の今後も点々点。からの、ツイートした人が、笑っていただいていいですよ。子供のことはいくら考えても心配してもキリがないですね。とはいえ、干渉しすぎてもいけないし。まず、夫は単身赴任先で不倫した人ですけど、爆笑したんだけど、そういう単身赴任先で不倫した人の意見を聞いてるわけですよ、この人は。で、何が言いたいかないよ。ここに対するリプライって、このおばちゃんはとりあえず現れた人はね、マウントが取りたいだけだし、何？
不倫した男で再婚した相手がモラハラでも我慢して生きていくみたいな、もう話にならない。この人はちょっと次元がちょっともうちょっと底辺のを通り越してなんか地下なので、正直彼が旦那にそれされたら嫌ですね。私には娘しかいないから逆パターンで連れて行かれたりするのかな、てんてんてん。そういう男はやめておけと教えとこう、てんてんてん。お母さんの味が美味しいのはいいのですが、彼女妻に母を求める事態が間違いの根源と思うのですよね、てんてんてん。そしてまたツイートした人が、そうなんです、ちゃんと彼女の気持ちを分かってるか、独りよがりじゃないか心配です。我が息子なので鈍感で信用ならないんです。彼女が親兄弟より大切にしたい人なら彼女最優先でいてほしいと思っています。はい、ツッコミどころがたくさんですよね。まずこのツイートで、なんで彼女妻に母を求めてるってなってんのって話なの。飛びすぎじゃない？これってさ、おかんの肉まんとクレープが美味しいからおかんと同じ味覚えて作ってやっていうツイートやったらわかんのよ。なんで求めてんのって、なんでおかんを求めてんのってなるし、でそもそもこの人の恋愛観狂ってんねんな。彼女とか妻に母親を求めるってさ、もう変態やん、そんなん。近親相関の極みやん。なのでちょっとこの人おかしいのよ。でこのツイートした人、彼女が親兄弟より大切にしたい人なら彼女最優先でいてほしいと思ってます。いや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 、彼女が親兄弟より大切にしたい人じゃなければおかしいのよ。そしてここにこのリプライは、インリプ、気持ち悪すぎるよ、こんなん無理みたいなのが相次いでたのよ。で逆に私みたいに、めっちゃ行くけどみたいな、ただそれを作ってって強要されたら嫌だよねみたいな人もいたのよ。私強要ってなんで、不思議やねん。めっちゃ美味しいと思って、私レシピ教えてほしいんよ、めっちゃ美味しかったらね。でレシピを聞くということは作るでしょ。作って隣におったら食べてってなるくない？すごいマウントなのよ。うわもうこんな男最低みたいな。っていうことは、自分が母親よりも大事にされてない者どもの書き込みでいっぱいなのよ。すごいいっぱいなの。もうとにかく人の息子をディスることによって、自分の正当性を、正当性と八つ当たりをしてるだけ。正当性の主張と。で、このツイートした人は何が言いたいかって、ここが分かってないと意味が分からんねんな。要は彼女が嫌いだって言いたいの。ここなんです。これだけ。彼女大嫌い。なぜならば、夫が不倫した。夫も息子も、どこの馬の骨か分からん女に取られてんねん、この人は。取られてる意識、被害者意識がものすごく強いので、取られた。以上です。だから、旦那も取られ、息子も取られたんかいっていう、彼女思いのことをめっちゃ書いてんねんな。息子さん大丈夫ですか？みたいな、息子をめっちゃディスられてるわけよ。リプライで。で、息子がこんなことをしたら、もう私は蹴り飛ばしますとか、彼女の味方ですみたいなことを言ってんねんけど、いや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 、どんだけ正当化やねんっていう。ただ言いたいのは、息子のことも嫌いなのよ、この人。旦那のことも嫌いなのよ。なぜかというと、自分を一番大切にしてくれへんから、自分最優先じゃないからです。だからこういうふうに、彼女が親兄弟より大切にしたい人なら彼女最優先でいてほしいと思っています。これはもう完全に私のことを最優先でいてよっていうことを旦那と息子に言いてないわけよ。でもって、なんで息子がおかん最優先にしなあかんねん。そこを履き違えてんねん。だからこの人って、十何年前、息子がいくつか知らないけど、十何年前は息子が彼氏って言ってたと思いますよね。息子が彼氏っていう女っても本当にちょっとおかしいから、それの慣れの果てがこの状態です。息子を取られたよその女に、彼女を大事にしてるブッダ、もう被害者面、これがもうめちゃくちゃ被害者面、もう典型的な被害者面。私はあくまでも彼女を大事にしてます、悪いのは我が息子ですっていう、まあ息子大っ嫌いよね。だって大事に育ててきたのに私の元から離れていったもん。おやつに肉まん、手作り肉まん、手作りパンケーキ、手作りクレープいっぱい食べさせてきた。そして息子はとっても私の料理が大好きなのに彼女を連れてくる。そしてこの自分の正当化のために旦那、不倫したような旦那の
ハッとし、旦那の一言にハッとしてんねん。ママの手料理を彼女に食べさせたい男ってどうなのと言われてハッとしたな、というふりです。別にハッともしてない。作りたくないのよ。作るのは好きだからいいけど、と思ってたけど、ね、作りたくないのよ。自分が一生懸命、身を粉にして、自分を犠牲にして、育ててきた息子を奪ったような女に、なんで食べさせなあかんねん。なのでそこで不倫男が現れた。ママの手料理を彼女に食べさせない男ってどうなの？で、これは何を言いたいかっていうと、息子が彼女に食べさせたいと言って連れてくるけど、本当は自分は作りたくないから、意見を仰いで、おかしいよ、おかしいよって言われて、そうよね、おかしいよねって言って、おかしいから、息子にね、おかしいからあなたがやってることは、彼女がかわいそうだから、だからもうやめなさい、あなたが作りなさいって言って、自分が作りたくないだけ。それだけです。それをこんなにこじらせるの。これ別に息子じゃなくても、世の女たち、これよくやってるよ。息子って言いながら。さあ次行きましょう。そう、要は彼女嫌い。要、奪われた。私の周りの男を奪っていく女は全員嫌いですよね。だからもう、スーパー被害者面です。とにかく。奪われるという発想なのよ、この人は。取られたっていう。自分の魅力がなかったことはお忘れなんですよ。そして息子は物じゃない、所有物じゃない。旦那も所有物じゃないのよ。所有物にしております。さあ次行きましょうか。はい。ゴールデンウィークのことを根に持っています。7月10日のツイートで。旦那の地元の BBQ があったらしく、みんなが旦那嫁彼氏彼女を連れてきている中で、旦那は29歳フリー女連れてきてたんだって笑い、 BBQ あったことすら知らなかった。親友がどういうつもりなのかの、どういうはどうに棒、言うに棒で、頭が悪い人が使うタイプですね。これどういうつもりなのか聞いたら、あ、これ頭が悪いっていうか、どういうをこうするときってなんかごまかしたいことがあるのよ。未来の嫁だからって言ったらしい。 W 笑いを使いながら W も使いたい。さすがに帰らせたらしいけど、ショックすぎて思考停止した。思考停止したゴールデンウィークから7月10日まで2ヶ月の思考停止でしょうか。そこに 3.8 万いいね、330件のインツイで、2500件のリツイで、そこにコメントに対してお返事をしてます。この方は、皆さんありがとうございます。こんなことするのうちの旦那だけと思ってたので、同じような経験されている方がいてびっくりしてます。そう、これです。数の暴力、共感する。私もそういう経験がある。ほら、私も同じ経験したことがあるので反応してしまいました。私はさらに下の子がお腹にいるときに、上の子を連れて二人で旦那が遊園地に行ったことがあり、帰ってきて子供に楽しかったか聞いたとき、知らないお姉ちゃん来たよ、あ、ママに内緒だったって言われました、などすごく私外部の人間なんだけども、なんでそんな高確率でバレそうなところに呼ぶんだろう、何がしたいんだろうと思いました、ちゃんと嫁を連れていけばいいのに、などという、ちょっとなんか慰めのツイートに対し、何も考えてないんですよね、バレたらバレたでいいやって思ってそうですみたいな、そんな別にこんな思ってもないことを返して、もうすっげえプライドなの。本当にプライドのぶつかり合いするよ、ツイッターって。え、そんなことあったんですか。それはさすがにやりすぎですね。ただ、彼には必ずそれなりの仕打ちが待ってますから。必ず。だから自分と子供のためだけに生きていけばいいと思います。その親友は偉い。振り女を帰れたのはすごいと思う。など。許せませんね。私はバイトに九段の笑顔で送り出したら GPS 動かないので、探しに行ったら不倫女の家にいました。一度別れたと思っていたのにまたやってたので、不倫女に慰謝料請求します。いや、もう勝手にやるよっていう、このお前の慰謝料請求する事情を人のツイートでコメントすんなって話なんだけども、一生に一人の異性とご縁がない方をもういることを思えば、きっと何かしら魅力がある旦那様なのでしょう。人って年月をかけて己を磨いていくものだと思うので、旦那様が磨き合う相手か否か熟考されてください。結局は何事も自己責任。私は別れない道を選びました。もうさ、なんか自分が離婚浮気されててさ、悟りを開いたみたいに言ってんねん。熟考した、私は、と自己責任だと。で、これ自分は正当化してんねんな。何かしら魅力があるんだと、自分の旦那はね。
一生に一度一人の異性とご縁がない方もいると思えば、で年月をかけて己を磨いていくのだと思うのでと自分を励まし、磨き合う相手か否か熟考されて、自分は磨き合う相手だと思ってと、浮気男が、ね、そこに対してツイートした人が、顔だけが取り柄です、 W、 別れないのも本当に辛いですよね。私は今度こそ別れようと思ってます。FF 外からすみません、もう FF 外からすみませんってこれ絶対言わなあかんのかな、ツイッターって。個人的な感想としては、独立して何の支障もないのであれば、そんなゴミっぽいして穏やかな人生を歩んでほしいなと思いました、などなど、どんな気持ちで誘ってついていったのか詳しく知りたいです。だって旦那がこのツイートした人をね、平気でそういうことができる人の脳みそ見てみたいですとか、脳みその絵文字ついてるわ。自分のことしか考えられない旦那さんなのかな。奥さんが知って悲しむことはもちろんだけど、その場に居合わせた人たちは既婚者だって知ってる方が多かっただろうに気まずいよ。本人たち以外誰も幸せにならない。親友さんもしっかり追い返してとっても偉いみたいな、もうちょっと他人事系なコメントに対して、気まずいとか恥ずかしいとかの感情が欠如してるんだと思います。笑い。親友がまともで本当に良かったです。いや、このね、親友がまともってさ、そもそもさ、BBQ あったの知らんかったわけよ、この人って。ということは、親友は BBQ あってやり取りしてるわけでしょ、グループ LINE とかで。え、当然奥さん連れてくると思ってるわけやん。ただ、彼女が来ていたっていうことは、彼女来るって知ってたと思うで。だって親友は、親友だとしたら、BBQ のことって LINE せえへん？親友は BBQ のこと知ってて、この人は BBQ があるって知らんかったわけよ。だから親友も別に彼女がいるの知ってたんじゃないでしょうか。で、一応バレちゃったからしょうがないから、私は追い返したんだけどっていう、保身に走ったタイプね、これ。親友と友達に感謝ですとか書いてるけど、いや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 、BBQ あること黙っててんで、親友。それ親友なん？罰が当たってほしいとか、まあ天罰が下りますよとか、親友すごいねとか、なんかまあこういう私も経験ありましたとか、あと目に留まり失礼します、本当にムカつきますねとか、不倫女を連れていける神経がすごいね、もうこんなに付き合ってる時間がもったいないから先のこと考えた方があなたにとって最良の選択であることを祈ってます。もうどこから目線かなと思うねんけど、そこに対して狂ってるのでありがとうございますみたいな、もうさ、これさ、数の暴力やねんな。ちょっともう、しかもおかしいしな、慰謝料をもらってたくさんもらって別れちゃいましょうに対して、たくさんもらえるように願いながら証拠集めようと思いますって、親友がもう知ってるんやったら親友が全部証拠持ってると思うねんけど、ツイッターの中だけでもたくさんの仲間や味方がいるからね、心強いです。もうこれね、数の暴力なんよ。旦那と何話ができひんねん、この人。もう、旦那がめっちゃ悪い。私は被害者。出た被害者ぞらです。旦那が超悪い。私はかわいそう。で、親友はとってもいい人なの。私には味方がいるんです。ぜひあなたたちも味方になってくれないですか。そして、この旦那と不倫女、29歳不倫女、ボコボコ言ってください。3.8 万人の仲間を見つけました。で、この 3.8 万人の仲間、これ数の暴力です。販売中の愛した分だけ愛されるでも、話してんねんけど、もう私と最高顧問一番嫌いなタイプなのよ、これ。自分がいつまで通りに旦那と向き合う勇気がないくせして、こうやって、数、みんなに共感されることを使って、味方を増やして、自分を正当化して、卑怯なやり方なのよ。もう被害者面が一番嫌いやったし。本当に卑怯なよ、これって。もう数の暴力で黙らせたいみたいな。で、これで気持ちよくなって、ほら、私は悪くないでしょ。旦那が全部悪かったわ。だけど、なんでお前は不倫されたん？っていうことに気づいてないのよ。しかも、不倫してることに、29歳不倫女。気づいてるわけよ、この人って。しかも、何回もやってんねん、この旦那って。それなのに、野放しにしてる状態。それなのに、ちゃんと向き合ってない？ちゃんと話をしてない？
ちゃんと自分の言いたいこと言ってないねん。で、思考停止したとか、ショックすぎて思考停止したって言ってるけど、これ伝えてないのよ、旦那に。2ヶ月間思考停止してたんでしょうか。ショックすぎてじゃなくて、そもそもずっと思考停止してると思うわ。で、どういうつもりなのか聞いたのは親友でしょ。親友に丸投げやん。親友に。で、それで未来の嫁だからって言われてんのよ。いや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 。いつも通りの勇気のなさって、こういうこともなのよ。本当に私の動画、リーディング辿ってください。いつも通りの勇気のなさでって言ってるけど、本当に自分が勇気がないからって、こういう卑劣なことをすんねんな。だからいつも通りに勇気が出せないって本当に卑劣なんよ。何に対しても勇気が出せない人間って。本当に卑怯なことをしてんねん、こうやって被害者ぶって。被害者面イコール卑怯やからね。で、この人ってさ、本音ってさ、不倫してほしくないし、離婚もしたくないのよ、この人。旦那への執着はすごいから。で、それ愛してるから離婚したくないとか、そんなんじゃないねん。もう負けた気がしてたまらんねん。あれな、この人勝ち負けでやってんねん、夫婦関係を。恋愛とかパートナーシップを勝ち負けでやってる者どもめっちゃ多いけど、ジャパン。どんなしてん？めっちゃ多いねんな。恋愛、パートナーシップ。とにかく戦う人。もうずっとリングの上、ゴングが鳴ってる。黙ってんのもそうよ。無視もそう。で、ふんってするのもそう。全部そう。いつもどおり勇気のなさで、お前が察しろよ、みたいな。戦ってんねん、めっちゃ。だから、戦いに勝ちたいだけ。この旦那が、もう不倫やめた。お前だけだよ。お前だけを愛してるよってなったら、もういらんねん、この人。用事がないのよ。もうそれで OK って目的そこやから。だから、夫婦でいる意味がそもそもない。だってさ、不倫女を捨てて、私のとこに帰ってくれたら、それで気が済むわ。だもん、この人の目的って。この旦那と、どういうパートナーシップを育みたいとか、自分の人生、どう生きたいとか、もうないねん。目的は一つ。旦那が悪い。不倫女が悪い。絶対勝ちたい。これなのよ。気持ちが悪い。で、旦那と、旦那が悪いということをすごく強調して、私は回想を強調したいので、3.8 万いいね。で、私は悪くないって正当化してんねんな。旦那が加害者。不倫女が加害者。素直に言われへんねん。不倫やめてって、私は傷ついてるよって。そういう不倫嫌だよ。不倫しないでね、とか。で、ちなみにこの自分が魅力がないものだから不倫をされているということを認めたくないわけですよ。これ絶対セックスですね。認めたくないねん。で、旦那はなんで不倫すんねやろっていうことに思いをはせてないねん。結婚する前から浮気癖がすごかったとか、でも結婚したの自分じゃんっていう話。で、浮気は一発アウトですってしなかったからこうやって繰り返してるんでしょ。で、笑いじゃないしな。旦那は29歳不倫女連れてきたたんです。笑いとか。BBQ があったことすら知らなかった W とかじゃないしな。こうやって素直に言われへんねん。でもこれな、不倫だけじゃなくってな。何が嫌だったのか。自分の感情をきっちり整理して、自分の思考を整理して、伝えられないのよ。で、だからいつも通りに勇気がないからよ。で、逆に、なんだあんた何してんの不倫してんのわーみたいなって言う人も、何が悲しくて、何が嫌だったのかっていう感情の整理をしてないまま、ウィーって言うから伝わらんのよ。何が傷ついたのか、何が嫌だったのかを淡々と言わないと。淡々と。そこでなんか無気になったってどうしようもないの。いや、怒りたい気持ちはわかる。わかるかな。私、ちょっとそんなギャーギャーならもう、二十歳とかやったらなるで。いや、二十歳は血気盛んやったからさ、おい、連れてこい、みたいな。その女連れてこいや。三人で喋ろうぜ、みたいな感じやったよ。そんなこんな、ツイッターに載せてさ、3点何万いいねで共感してほしいなんて、赤ちゃんやん、やってること。未熟児やん。人間不信になりそうですとかさ、いやいや、あなたが自分を信じてないんでしょっていう話。だから、いつも通りに勇気が出せないで、なんでか親友に感謝、めちゃくちゃ気持ち悪いぐらい親友がナイスとか、あと親友さすがだね、みたいなのが出てくんねんな。なんだけどこの人気づいてると思うし、親友のことめちゃくちゃ嫌いだと思うで。親友ぶってる、上っ面の人間関係をやってるからこうなんねんな。だって、BBQ に
親友が行ってたんやろ。親友は BBQ あるの知っててん。この人は知らんかってん。で、あとあと、どういうつもりなんって言って、帰らせたでって。未来の嫁って言ってたからさって。帰らせたよって、あとあと聞いてるわけやん。私やったら、ほんまに親友やったら、え？なんで？なんで？なんで BBQ あるの教えてくれんかったんって、まず言うもん。先に。だから親友に対する恨みも同時にね、晴らしてんのよ。なんだけども、被害者ぶりたいじゃない？とにかく。被害者ぶりたいから、親友も最低やわっていうことをよう言わんから、さすがの親友です、ナイスですとか言って言ってね、何も全然ナイスでもないわけよ。で、さすがに帰らせたってあれでしょ？未来の嫁と、この旦那を帰らせたわけでしょ？一緒やん、別に。BBQ に、参加し、BBQ から帰っただけで、別に未来の嫁と29歳不倫女と旦那は帰って、なんで BBQ より楽しいんじゃない？っていう状況をこの人分かってんねん。で、全然親友でもない。あんな上っ面の人間関係やってる人ってマジで親友でもない人親友って言うねんな。これ、これ一枚、切り札としても、手札として持ってんのよ。で、そしてこういうさ、被害者ずらしたもうこうもう本当に卑劣な女ってこの手札を手に持ってもよう切らんねん。手札を常に切り続けるってことようせへんから、手札をずーっと集めて、そして何も切れない。大富豪でおるやん、出さんいっぱいやからやねん。もうちまちま出していって、2位が4枚あっても最後までずーっと握りしめて、最悪最後負ける人、陰血引く人、そんなノリやねん。親友にも容易はあんのよ。なんかいつも通りの勇気のなさよ。ここで何かいろいろ教えてくれる親友を教えて、親友を失ったらなんとかかんとかじゃああるんじゃないですか。とにかくこういうことです。気持ちが悪い数の暴力っていうのがまさにこれで、次、ちょっと次、探してなかったんって。わかる？これ。あ、旦那テレワークの日、お昼ご飯を用意するのがめんどくさい。前日にコンビニででも買っておいてほしい。本人に言えや。以上。本人に言えやなんよ。いや、ただつぶやいただけかもしれんよ、この人は。ただのツイートかもしれんけど、いや、本人に言えやん。で、めんどくさんやったら用意せんでよくねっていう。だからいつも通りの勇気のなさんよ。これは嫌われたくない。いい嫁でいたい。できる嫁でいたい。人間がめっちゃすんねん。ご飯作りたくないのに作ったり。これマウント取ってんねんで。ご飯作ることによって。めんどくさいけども作んねん。めんどくさかったら作らんやん。私絶対めんどくさかったら作らん。めんどくさい日絶対作らない。だってめんどくさいエネルギーが入るからご飯美味しくないもん、絶対に。それでも作る。コンビニでも買っておいてほしいのに作る。っていうか別にウーバーあるやんって話。出前館でもいいやん。なのに作るねん。だから私はやることやってます。いい嫁ですよ。抜かりはないですよ。というマウント。なぜならば嫌われたくないからです。そして何かあった時に、私はちゃんとやってきた。ご飯ずっと作ってきた。家事やってきたでしょ。という切り札を持っておきたいんですよ。卑劣ですね。卑劣。で、これさ、旦那に言えないで例えてるけど、これ、親に対して言えない人も多いからね。別にご飯のことじゃなくっても。親に対しても、彼氏に対しても、何にも言わない。で、心の中でこうやって思ってる。それが思わずツイッターって一番吐き出したい。吐き出しやすいところ？だって別に名前も顔も出さんでもいいやん。そこで吐き出してんねんな。インスタはちょっと性質が違うから、インスタでは言われへん。インスタではキラキラに見せてんねん。で、ツイッターではこういうことを言うねん。もうさ、本人に言うやしかないわ。相手の気持ちリーディングで私いつも言ってんねん。本人に聞けやって。まさにそれなのよ。本人に聞けよないよ。だから向き合う勇気がないねん。いつも通りに自分が勇気がないからって、こうやって、遠巻きから、ごまかしたいねん。とにかくごまかして正当化したいから、リーディングサーフィンなどなどをする。なんだけど、こんなんな。自分が変わらんな。これはわからんで、このツイートは。このツイートは知らんけど、リーディングサーフィンしてる人で、いやもう気持ちよくなってなんか妄想してさ、
10年音信普通なのに、酔っ払ってる人はもうそれは論外よ。なんだけど、私のチャンネルを見る人ってな、このままじゃあかんって分かってるわけやん。で、さらに、アリストクラッツの商品、特に DVD、動画を買ってる人って、自分が変わろうとしてるわけやん。変わろうとしてる、一歩を踏み出してるわけやん。そこの気持ちは大事にしなあかんよね、その芽生えは。だって、自分が変わらないでいて、自分が変わらないままで相手が変わってくれ。の状態。なんで私が変わらなあかんねん。自分が変わることが必要だって気づいてない人もおんねんから、気づけたことが豊かよね。なのに中途半端なことをするのはどうかと思う、私。で、なんで中途半端なことするか？私は自分がもう変わらなあかんって分かってる。なんだけど楽したいのよ。いつも通りに勇気がないねん。やっぱりちょっと誰かが何とかしてくれへんかなっていうな。甘えと依存があんねんな。でも一つだけ言わせてもらうけどな。自立した、依存からな、自立した人。もともと自立してる人もそうやけど、自立の方がいっぱいいろんなことあんで。依存でウーキャーウーキャ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 ー言ってたら、まあ、だから自立を避けるんかな。自立の方がいろんなことあるよ。あるよ。だって、人の善意を当たり前に感謝できない人間山ほどおるよ。で、自立してる人間ってごくわずかよ。依存してる人間の方が多いねんで。じゃあ、今見てるあなたが自立しているとする。だったらもう私の言いたいこと伝わってるでしょ？自立するとする。あんな私の言うてることわかるわ。本当にもう善意を、もう当たり前のように感謝を忘れ、敬意も払うのを忘れ。え、そういう人たくさん出てくるよ。で、その度に、はぁってなるわけ。でも、はぁってなる自分に対して、しっかりと自分を直視するということがずっと待ってますねん。そして、人って変わると、現状維持をするのが、一番最初の課題なんよ。すぐに戻るからね、人って。忘れるから。私も何回も同じミステークを繰り返す。昨日ももう、絶望して、最高顧問に死んできますって言ったぐらい、絶望した、またやったみたいな。いや、またやったはいいねん、自立の段階では。依存の段階でまたやったって、もうそれ、もう、またもクソもないだろ、ずっとだろって話なの。っていうこと。ちょっとこれシリーズ化しよう。これに対して、一言申して、みたいなのがあったら、インスタの DM で送ってきてください。インスタは概要欄にございます。そして、沙織の思想は、全部、無料で、YouTube に、YouTube で流してるし、ノートでも書いております。ということ。そこに対してね、私の人生、生きてきた人生やん。生きてきて経験したことを、依存してちゃわからないことを教えてんねんな。そこに対して全くもって感謝がない。当たり前のように、Google を見てるかのように、Google って、Wikipedia を見てるかのように、見てるような人ってもう見やんでいいで、ほんまに。当たり前ちゃうでと思うもん、マジで。そして当たり前にする人間に対して私は教えてないからな。あんた県外。本当にこれは言いたい、マジで。嫌い。いや、嫌いというか、もう嫌い。本当に嫌い。嫌い？うん。嫌い。なんていうか好きにひっくり返る嫌いじゃないねんな、これはもう。本当に嫌い、嫌い。嫌いという言葉じゃないねんな。まあ、ちょっと考える。とにかくね、人に感謝できない、敬意を払えない人間ってダメよ。で、これを言うと、じゃああんたは敬意を払ってんのかって言うけど、誰に？誰に？だって誰か分からない視聴者。私は自分のところのな、商品を買ってくれるお客さんはな、とっても大事ですよ。敬意を払ってますよ。まあもうこの行為、この買うという行為、で、沙織の思想を知ろうとしてくれる行為、素晴らしいなと思うもん。そして嬉しいなと思う。だからそこに対して敬意も払ってるし、感謝もしてる。じゃなきゃこんなに全出ししないから。で、なんで知らん人にそんな言い顔しなんかね、私。って思う。だって私と一切別に接点がないような人たちに、どう思われようが、どうでもいいもんだって私の世界にいないんだから。そうでしょ？いつも通りに勇気を出せずに自分と向き合う、相手と向き合うこと、人と向き合うこともね、何もしないでおいて、で、みんなに好かれようみたいな、そんなマインド私ないのよ。ないねん。ないねん。私が、
与えた分、愛した分だけ愛されるっていう DVD、もう真髄です、ここが。与えた分をちゃんと返そうとしてくれる人にしか用事がないの。で、私が与えるものってめちゃくちゃ大きいから全部返せるわけないねん。そんなん分かってんねん。で、ちなみに言っとくと、依存人がやってる見返りちょうだいよ。出さんでとは違うよ。権利、当然の権利の主張です、私は。あ、怒ってる？私、怒ってる。朝からブチ切れてんねん。いろんなことに。で、怒りって愛なので、怒ったこと、八つ当たりの怒りはちょっと別よ。怒りって愛です。だって本当に自分の、私にムカついてんねんな。自分のことがどうでもよかったら自分に対して怒りなんかわかんもん。外側に対してバーカバーカバーカってぶつけるやん、もう。お前のせいだ、みたいな。そういうのじゃないのよ。で、怒りは覚醒です。もう私本当強烈に怒った時に一番覚醒するから。大覚醒！ということで、じゃあね、バイバイ。